皆さんこんにちは、2センチです。本日はね、久々の実写動画なんですけど、サムネとね、タイトルにもある通り、やっと届いた、やっと届いたんや。もう早速見て、じゃん。コンパクト、コンパクトにキュッてなってんな。これね、いつだっけな、予約したの忘れたんだけど、あのウパンチュウサギのカプセルトイのね、マスコットです。コンプセット、予約しました。これね、いつだっけ販売されたの、めちゃくちゃ前なんだけど、その時ね、私の住んでるとこ田舎すぎて入荷もしなかったの。あ、ごめん、してたけどもう売り切れだったんだよね。でも1台しかそのガチャポンが見つけられなくて、その売り切れになってたのしかね、見つけられなくて、結局回せなくて、マジでもうメルカリで買おうって思ったぐらいだったのね。だけど他のグッズとかも再販とかされてたから、あ、ワンチャンこれ再販来るかと思って待ってたら本当に来て、今回これはね、楽天で買わせていただきました。めちゃくちゃ前に予約しました。いつだったっけ、忘れちゃった。しかもね、楽天だとちょっと早く、あ、早いじゃん、ちょっと安かった。うん、あ、これ1個ね、500円でガチャガチャ回せるんだけど、だから 1,2,3,4,5 で2500円なんだけど、送料無料で、いくらだったっけ、忘れちゃった。でもなんか安かった気がします。早速開けてみよう。しかもさ、私楽天で買ったの初めてなんだけど、カプセルついてこないんだね。なんかめっちゃコンパクトに届いたからさ、一瞬何届いたか分かんなくてさ、楽天で買ったのっておパンチウサギだけど、カプセルの感じしないしな、なんだろうって開けたらこんな感じで届くんだね。でもこの説明書っていうか、この紙、ガチャポンに入ってる紙はちゃんと5枚付属してますね。1枚でいいけど、全5種です。見てみましょう。なんか最近さ、ガチャポン高いじゃん、一個一個が300円とか500円とか、あと1000円とかもあるじゃん。なんかすっごいトカゲのフィギュアとかで私1000円のやつ見かけたんだけど、そういうので多いんだけどね、こういうの中の紙がカラーじゃなくなってんだよね、白黒。こっちはできるだけカラーで色つけないで低予算で抑えて、その代わりこうガチャの方の商品の方をちょっと力込めてるのは嬉しいよね。こっちは別に白黒でいいのよ。A が涙、 B が悔しい、で C が点。これ欲しかったの。今ね、もうガチャポンも多分入荷してる。みんな今度さ、ガチャガチャとか見に行った時、ゲーセンとか行ってね、ちょっと見てみて、あ、これ2センチが紹介してたやつあんじゃんみたいな思うかもしれん。で D がほがらか。これも可愛い。 E がキュピーン、これも可愛いね。今回私はもう点がもう一目惚れだった。あ、ちょっと確認しなきゃ、確認しなきゃ。あ、対象年齢15歳以上。よかった。ギリ大丈夫でした。2センチはまだ16だから。大丈夫です。15歳以上です。ギリギリ。オッケー。ということで、早速商品の方を開封していこうと思います。じゃん、これほがらかだね。D のほがらか。ちょっと一個一個開けていくよ。でさ、こんなにね、私ね、マスコットとか基本ちいかわしか集めてなくて、ちいかわをね、結構マスコットとか買っちゃうんですけど、置き場所がないんだよね。しかも私、こういうのってさ、あんまり袋から出したくないタイプで、袋に入れたままちいかわのマスコットとかも壁に飾ってるんですよ。まあでもだいぶ友達にあげたり、あとね、結局なんだろう、ハチワレが一番好きだから、ちいかわとかうさぎはもういっかと思ってメルカリにね、出品とかしちゃったんですけど、結構前にね。だから数はそんな今はもう多くない。と友達にあげたりしたしね。最近はもうめっきりおパンチウサギと、あとかわいそうにさんっていう方がね、このおパンチウサギを誕生させてくれたんですけど、その方がね、書かれているんぽちゃむっていう YouTube に動画上がってるので見てください。んぽちゃむときみまろっていうね、まあ、キミマロはいいやつなんだけど、ウンポチャムっていうちょっと腹立たしいキャラがいるんですよ。もうそいつが可愛くて、めちゃくちゃグッズちょこちょこ集めてます。マスコットは一つしかないけど、可愛くない？あと、パンチウサギは、いつ届くんだっけな、極楽湯とコラボしたの、この前。そのグッズを、買いました。またマスコット予約しちゃった、可愛すぎて。なのでまたマスコットが家にね、どんどん増えていきます。本当にね、可愛い。まあ、500円でマスコットが買えるんだったら全然良くない。例
ってさ、こういうのなんだろう、何どこだろうどこだろうなんか可愛いぬいぐるみとかね、いろんな置いてある場所だとこんなの1100円とか1200円とか取るじゃん。最近ぬいぐるみこんなちっちゃいマスコットでも高いじゃん、すごく。だからね、容易に手を出せなくなってきちゃってんの。だからガチャポンでね、500円高いなって思うけど、まあでもこのマスコットなら500円全然いいかって許せちゃうよね。メガテン、メガテンのね、メガテンってあの所ジョージさんの番組じゃなくて、あれもう終わったんだっけ。メガテンのグッズね、あんまり出てないんですよ。最近出たばっかしってイメージが私の中ではある。え、これなんだったっけ。え、なんだったっけこれ。悔しい、悔しいです。そういえばザブングル最近見なくなっちゃったね。ザブングル大丈夫かな。ザブングルの加藤じゃない方はもうもはや名前も覚えてないけどね。お笑い芸人あんま見ないんですよ私。でもあのジョイマンのあの高木じゃない方で覚えてたんですけど、あの池谷さんは最近なんか大食いとかで頑張ってて、なんか名前覚えてたよね。もう高木じゃない方っていうイメージあったけど、わあもう今はもう池谷さんすごいって。何の話してんの私。え、何の話してんの、怖い。今おぱんちゅうさぎの話してんだよ。かわいい。うさぎのね、この耳の部分はペラペラしてる感じかな。綿は入ってないの。フェルトでペラペラしてるんだけど、ここら辺はもちもちしてかわいいね。ムチムチしてる。パンパンにぬ、なんか綿が入りまくってるって感じ。なんかさ、この前ね、ツタヤに行ったっけ、ぬいぐるみの作り方っていう本売っててさ、ちょっと買いそうになっちゃった。でも、ぬいぐるみとかよりは羊毛フェルトとかの方がさ、ちょっと、なんだろう、あの、うまくできそうじゃない。羊毛フェルトあんまやったことないけど、一回、ちょっと本当に流行りたてな時にやったことは確かある気がするけど、なんか化け物誕生しちゃって、そっからトラウマで作ってないです。パンツのおパンチのところもここフェルトでフィリフィリしてる。フィリフィリ。かわいい。何なんだろうね、なんでこれ人気になったのかな、わかんないけど、なんだろう、この見た目もかわいいんだけどさ、その不憫すぎるの、おパンチウサギっていうキャラクターがね。まあみんなもツイッターとかで見てみてほしい。もう本当にね、かわいそうなの。 いつもね、いろんな周りの人たちのために一生懸命頑張ってるのこの子は。だけどいつも不憫な目に遭っちゃうんだよね。なんかそこがかわいそうっていう気持ちで、なんか逆になんか私が助けてあげなきゃ、守ってあげなきゃって思ううちに好きになっちゃうの。伝わる？この気持ち。もうめちゃくちゃ可愛いでしょ。私お気に入りこれです。あ、もちろんこれ一番なんだけど、この顔も大好き。そう、最近ね、友達からおパンチウサギのステッカー、もらって、どこにあったっけ、あったあった、これ可愛くない、これが届きました、ホログラムステッカー。可愛くてさ、また貼れない。これね、あの私が使ってる手帳なんですけど、シール貼りすぎでしょ。マジで裏こんな感じ。あ、やばい、これダメだ。ここにね、ここね、リアルな私の名前が書いてる。あの友達が作ってくれました。なんかシールメーカーみたいな、シールを作れるなんかで作ってくれて、めちゃくちゃ可愛いでしょ。この手帳シールベタベタ貼りまくって、この中にね、バンチの他のシールも入れてる。こういう感じで、あのこの手帳ね、あの私がそのゲーム実況始めて、そっからね、この日は何をあげるとか、なんかいろいろ書いて、細かくね、もうキモいぐらいに細かく書いてる日程表なんですよ。あ、これセブンでコラボしたやつ、可愛くない？他にもね、いっぱいあるんだよね。これもなんか友達にもらったやつだったかな。なんかめちゃくちゃあるのよ、ステッカー。マジでえぐいぐらいある。えっとねこれもセブンコラボのやつ。このカゴの持ち手のところにすっげえ勢いで挟まってんの、可愛くない？このちょっとオーバーに書かれてるのも可愛い。あとこれね、可愛くない？持っちゃうよね、こういうの。ということで今日は、今日はここまでで終わりにしようかな。まだ11分しか撮ってないけど、短い動画になっちゃった。あとね、実写動画は今年で最後になるか、
もしかさ31日の日に今年は本当にねいっぱいチャンネル登録者さんも一気に増えたからもう7000今8000人いってないぐらいだよね。うん、その増えたか本当にね ありがとうございますっていう実写動画か。ちょっとね私ゲーム実況の撮ってないやつがあるんですよ。撮った、ごめん嘘ついた、撮ったけどもうお蔵入り、うわこれもうゲームしてる途中であちょっとこれダメだって言ってやめちゃったやつを何本かその短く編集して貯めていってるんですよ。それを31日に投稿するかなんか迷ってるので、今年最後の実写がこれとはまだちょっと言い切れないです。はい、ということで今日はここまでで終わりにします。はい、これリュックにつけよっかな。いや私ガチャ見かけたら一回回そうで、かぶったやつをリュックにつけよう汚れんの嫌だし。あ、これちょっと一回やりたかったことあるんだけど、やっていい？ちょっとなんか近くになんかないかな。なんもないな。じゃあグーパンでヒューこれサムネにしよっかな。このグーパン当たってグオーって顔してんの、これやりたかったの。これなんか公式のツイッターで、ツイッター X ね X のポストでこうやってる画像あった。なんかグーパンではなかったけどね、カプセルかなんかをこうグッてやられてこの顔してるおパンチ、こういう不憫なんですよこいつは。ごめんやりすぎちゃった、潰れちゃうわこれやりたかった、これサムネにしよっかな。あとねこれめちゃくちゃ可愛いでしょ。いやいやわかんないか、これだけ見たら。これねちいかわとどこだかがコラボしたどこだかがコラボしたもこもこのやつです。これ着ながらね最近はゲーム実況してるんですけど、これね紹介動画出しました。私これ買った時の動画出したんで概要欄に貼ってあるんでよかったら見てください私がまだちいかわにありえないぐらいどっぷりハマってた時の動画とかも実写動画あるので、まあおパンチ好きな人ちいかわもね好きだと思うのでよかったら見てくださいじゃあ今日はここまでで終わりにしたいと思います。はい、寒いからみんな怪我じゃないわ、風邪ひかないようにね。じゃあまた動画見に来てください、いろんなゲーム実況してるので。じゃあよかったらチャンネル登録、高評価とコメントとかね、いただけると励みなんでよろしくお願いします。さよならグッバイ、じゃあねー、じゃあねー。